Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamón al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Konosuba Fantastic Days o Días Fantásticos en español. Y bueno, ya sabéis, este juego acaba de salir hoy día 19 de agosto, súper esperado y incluyendo el idioma español, cosa que de verdad a nosotros nos ha sorprendido y para bien. Y he de decir que me está encantando el juego, he jugado ya estos primeros minutos, por tanto os traigo los primeros minutos sin mi voz de este maravilloso videojuego que nos trae Nexon y que esperemos que no la cague como ha hecho últimamente con algunos juegos. Así que nada, os voy a dejar con este gameplay sin comentarios. Tenéis en este vídeo momentos como cuando tiro al banner, algunas escenas de historia con diálogos, también combate, algunas opciones de personalización, así que podéis ver todo lo nuevo de este juego con vuestros propios ojos. Así que nada, dentro gameplay. あなたは死んだのです。私の名はアクア。日本において若くして死んだ人間を導く女神よ。あなたには2つの選択肢があります。ゼロから新たな人生を歩むか、天国へ向かうか。ただ、あなたゲームは好きでしょ。日本では引きこもりのゲームオタクだったみたいだし、今とある世界では魔王の軍勢によって平和が脅かされてるの。 肉体と記憶はそのままに、その世界へ送ることもできるわ。え？送られても殺されたら意味がないですって？<笑>だから大サービス。異世界へ送る際に何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。強力な武具だったり、とんでもない才能だったり、異世界に持っていけるものなら何でもよ。さあ選びなさい。 あなたに一つだけ何者にも負けない力を授けてあげましょう。まあどうせ何を選んでも一緒な気はするけど、ヒッキーニートには別に期待してないし。ねえ早くして、他の使者の案内もあるんだから。で今なんて言った？え、私待ってよ。いや嘘でしょ？おかしいわよ。女神を連れていくなんて反約束だから。向こうよ向こう。魔王討伐なんて無理なんですけど。いやー、こんな男と異世界行きなんて。いやー、なんてこともあったな。<笑>まるで昨日のことのようだ。カズモ、 何を笑っているんですか？ちょっと昔を思い出してたんだよ。アクアと出会った日のことを。思い出を懐かしむのはいいが、今やることではないと思うぞ。そうか？今こそ懐かしむべきだろう。大事なものって、失って初めて分かるんだな。アクアは俺にとって大切な仲間だったんだ。 大丈夫だ。お前がいなくても俺はこの世界で強く生きていくよ。諦めないで、もっと頑張ってよ、カズマさん。今回は自業自得ですよ。アクアが調子に乗ってマホーでモンスターをおびき寄せたからそうなったのです。だって一箇所に集めて恵みの魔法で倒してもらえば私はカエルに近づかなくて済むと思ったんだもの。モンスターの体液でヌルヌルになるなんて めったにない体験。アクアだけずるいぞ。人のピンチを特殊プレイみたいに。うわ、カニマじゃん。しょうがねえな。
オノスバ。さあ来い。戦い方を教えてあげるから早く助けてよ。俺の攻撃を食らいやがれ。騎士の誇りにかけて撃っていいですか。我が究極の破壊魔法。あとは頼みましたよ。帰って乾杯でもするか。このスバ強い仲間が必要ね。大至急仲間を集めましょう。の募集はあちらです。うまいもん探しに行くか。エイミーは褒めてくれるかな。今日は部屋でゴロゴロしよう。あまりの強大さゆえ世界に疎まれし我が禁断の力を。迷える魂たちよ、安らかに。私にどんな格好をさせるつもりだ。クルセーダーとして己の使命を全うしよう。京都からもらったパンは最高ね。君のパーティーに入ってあげようか。エイミーは褒めてくれるかな。冒険者登録をしましょう。これで立派な冒険者の仲間入りね。早速冒険に出かけましょう。新人冒険者の方へ応援アイテムをお渡しします。今日もお宝を手に入れるわよ。
スバ。カズマさんったら超ウケるんですけど、ボークスクス。カズマってば何を一人で固まっちゃってるの？もしかしてトイレに行きたいの？アクシズ教徒をもっと増やしていくわよ。うさい。アクセルハーツの子たちって生き生き。このスバ。青い空、白い雲。ねえメリッサさん、海に来たのに寝てるだけでいいの？いいのよ、海にはのんびりしに来たんだか。ちょっとくらい海に入ったりしないわ、体がベトつくじゃない。仲良く泳ぎましょうよ。まさか、そんなわけないでしょ。お宝のためなら、たとえ水の中だろうと火の中だろうと躊躇なく進むわ。メリッサさんと仲良くなりたいなと思って。そこのお二人さん、なんだか退屈してるみたいだね。ナンパ？君たち可愛いから俺らがおごるよ。シュワシュワで乾杯しようぜ。悩んでる時間がもったいないって。夏だし盛り上がっていこう。虫が飛び回っててうざいわね。ハエかしら？冗談きついね。気の強い女は嫌いじゃないよ。理解力は灰以下かもしれないわね。これ以上目の前を飛び回り続けるならひねりつぶすと言ってるの。あなた程度が声をかけていいような安い女じゃないから。失せなさい、このゴミ虫ども。はい、失礼しました。すごい勢いで逃げてったわね。メリッサさんってばすごい。ダストにも一度お灸を添えてもらいたいくらいだわ。あの程度の男追い払うなんて簡単だわ。クールでかっこいい。私も少しはメリッサさんを見習おうかな。最近ダストたちは甘やかしすぎてる気がするし。メリッサさん、私にもクールになる秘訣を。あら、子犬？一体どこから？はぁー、粒濡れでクシュクシュになってるお耳もキャワワー。どこから来たのかも。一緒に遊ぶわ。メリッサさん、私が誘った時は全然動かなかったのに。いいこと？どんな美女もモフモフした動物には逆らえないの。ということで、ワンちゃん一緒に遊ぶわ。うわぁ、あそこまで変わるなんて。本当にモフモフした動物好きなんだな。って考えに浸ってる場合じゃないわ。せっかくの機会だもの、楽しまなくちゃ。このスバ。
海は入るものじゃなく眺めるものよ。お子様、せっかく海に来たんだもの、思いっきり遊ばないともったいないわよね。ようこそ冒険者ギルドへ。ほんとバカなやつばっかで疲れるんだから。19魔法ならこの芝募集はあちらです。この芝、今日は目いっぱい私に付き合ってくださいね。私に世の中のことをもっと教えてほしいのです。私はアクア、アクシズ教のご神体にして水を司る女神よ。この私を誰だと思っているの？私がいればどんなパーティー編成でメインとサブに同じキャラを入れればボーナスが
新しい仲間も一緒に連れて新しい仲間も一緒に チュートリアルは画面左上の派手なボタンからいつでも確認できるわ。見たこともないお店がいっぱい。お城の外は楽しいですね。控えメンバーとお別れすると交換所で使える冒険者メダルがもらえるわ。パワーポーションでレベルを上げて強くなりましょう。さて、ここではご褒美を渡すことで絆を深めたり着替えたりすることができる。エーリカはかっこいいことがいかに素晴らしいかを分かっていません。着替えた衣装はホーム画面にも反映されるわよ。私に爆裂魔法を打つなというのは息をするなと言っているのと同じです。あまりの強大さゆえスキルポイントは全て爆いつも同じ服なわけではなく同じローブを何着も持っているのです。背景はホーム画面にも反映されるわよ。セシリーお姉さんに私へのセクハラをやめるよう言ってもらえませんか。私が爆裂魔法にこだわる理由ですか。いつか話してあげますよ。エーリカはかっこいいことがいかに素晴らしいかを分かっていません。クエストに行かれるのですか。どうぞお気をつけて。私たちの冒険の物語を見てちょうだい。冒険の軌跡をご覧になりますか。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバストーリーで冒険の軌跡をたどりましょう。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。受付中のクエストはこちらになります。各章のノーマルクエストをすべてクリアでハードクエストがクラウンを3つ取得するとスキップチケットが使えるようになりますよ。メインクエストを進めてストメインクエストを進めることでメインストこのスバレインとクレアには内緒ですよ。この一撃を受けてください。頑張ったぞ。肉食わしてくれ。
ができるぞ。頑張ったぞ。肉食わしてくれ。皆を守るのが騎士の役目だ。辛抱たまらん。行ってくるよ。指示をお願いします。私やりました。こんなとこ、このスバー、メインクエストを進めることでメインストーリーを、新しいストーリーが解放されましたよ。ぜひそのこのスバ、強めの言葉で指示してくれ。そうやすやすとしつけられるものか。遠慮なく行かせてもらうぞ。頑張ったぞ。肉食わしてくれ。食べちゃうぞ。皆を守ることができてよかった。今までよりもっと育成できるわ。このスバ、メンバーの強化やエリスやパワーポーション、限界突破に必要な魔道具はここで集めるのよ。メンバーの限界突破に必要な魔道具を獲得しましょう。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、俺の名前は佐藤一馬。日本でニートじゃなくって高校生をやってる時にトラブルで死んでしまったんだが、水を司る女神アクアの力によって剣と魔法の異世界に転生。まるで RPG ゲームのような魔王を倒すための旅が始まると思ってたんだけど、コウマ族のロリコアークウィザードメグミンは爆裂魔法しか打てない上に撃ったらぶっ倒れるし、貴族でクルセイダーのダクネスは攻撃が当たらないし、その上ド M で攻撃を食らいたがるし、こんなパーティーでクエストを受けてたら生活が豊かになるどころかどんどん借金がかさんで自分で言っててどんどん悲しくなってきた。しかしクズだ引きニートだとバカにされながらも魔王軍幹部を撃退して大活躍。なんだかんだで借金もなくなってそれなりに楽しい毎日を送っているんだが、魔王に怯える人がいる。放ってはおけない。装備を整え魔王を倒す旅が今度こそ。おいカズマ、ぼーっとしてないで手を動かせ。あ、すみません親方、すぐやります。女神アクア様にとってこの程度の作業どうってことないわ。こんなレンガはちゃ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 っと。ジョーちゃん、ずいぶん手際が良くなったな。よし、今日から二人とも時給アップだ。わーい、このスバ
仕事の後のシュワシュワはやっぱり絶品ね。ジャイアントトードの唐揚げと合わせるとさらに最高。この瞬間のために生きてると言っても過言じゃないわ。確かに今日みたいにハードな現場をこなした後は飯のうまさも格別だよな。すいません、こっちにジャイアントトードの唐揚げ追加で、あとキンキンに冷えたシュワシュワも2つ。ところで明日のアクアの担当は裏路地の外壁の修復工事だったっけ？そうよ、このお仕事にも随分慣れてきたわ。今日だって親方に褒められたんだから。青髪の姉ちゃん、あんたになら壁面修復のリーダーの座を譲ってもいいかもなって。おー、着々とレベルアップしてるな。このまま行けばゆくゆくはアクセルの名物女親方ってとこか。いやーね、そんな褒めないでよ。そういうカズマの明日の現場は？新しく水路を増設するって言うから、鶴橋で地盤を削るんだ。親方もお前には鶴橋の才能があるって言ってくれてるし。すごいじゃない、お互い向いてる仕事ができて最高ね。追加のシュワシュワとカエルの唐揚げお待たせしました。お、待ってました。うん、いい匂いね。さあカズマさん、この素晴らしいご馳走を心ゆくまで楽しみましょう。ああ、明日からの現場も頑張り抜くために新世代の親方を目指して乾杯。ちょっと待て、あれおかしい、俺たちなんだかすっごい間違ってる気がする。そうだ、完全に目が覚めた。危ねえ、うっかりこのまま鶴橋道を極めるところだった。どうしたのよカズマ、極めましょうよ、せっかく向いてる仕事に。違うだろ。おい思い出せアクア、俺たちの当初の目的は何だった？そうよ、そうだわ、カズマに魔王を倒してもらわないと困るのよ。まあ最近はもう魔王討伐なんて諦めてのんびり楽しく過ごせればいいかなって思うことも多いけどな。うわー、カズマさんってばどうして必死になって工事現場の仕事なんかしてるの？仕方ないだろ、俺たちはまた途方もない借金を抱えちまったんだからな。なんで毎回こうなのよ、ちゃんとやって、私が元の世界に帰れるようにちゃんと頑張って。こいつ目的をすっかり忘れてやがったくせに。まあ俺も人のことは言えないか。返済のために現場のバイトを始めたはずなのに、労働に勤しみすぎて借金のことを忘れてしまっていたようだ。俺たちの平穏を脅かす事件が起きたのはほんの数日前のことだった。コルジュバ、冒険の軌跡をご覧になりますか？キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、ようこそ死後の世界へ。あなたはつい先ほど不幸にも亡くなりました。短い人生、私のあなたには。ただあなたゲームは好きでしょ？コルジュバ、キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。クラウンを3つ取得するとスキップチケットが使えるようになりますよ。メインクエストを進む。このスバ、なまら燃えてきた。早く次のクエストに行かないか。早く倒して肉食いに行くぞ。なまら痛いぞ。そうやすやすとしつけられるものか。はぁ、あ、辛抱たまらん。行ってくるよ。
このスパ。メインクエストを進めることでメインストーリーの新しいストーリーが解放されます。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスパ。カズマ、クエストに行きましょう。今日はパス。そう言って昨日もその前もずっと屋敷にこもりきりだろう。一体いつになったらクエストに出るんだ。クエストは危険だからな。怪我なんかしたら嫌だろ。無理にクエストに行く必要ないって。生活は潤ってるんだし。なんという怠慢。アクアからも言ってやってください。いいえ、今日のカズマさんは間違ったこと言ってないわ。私たち最近ちょっと頑張りすぎだと思うの。もっと自分を甘やかしましょうよ。ということで秘蔵のシュワシュワを。こんな昼間から本当にこんなことでいいのか。え、なになに。緊急クエスト、緊急クエスト。冒険者各員は至急正門に集まってください。この警報も随分久しぶりだな。のんきなこと言ってないで。ほら早く。先に言っててくれ。俺はもう箸より重いものは持てない体になったんだ。どこその大富豪のようなことを言わないでください。いいから行きますよ。このスバ。今年は随分早いお月だな。キャベツ。おい、あいつらがやってくるのは秋のはずだろ。今はまだ春じゃないか。キャベ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 。あら、カズマったら知らないの。あいつらはね、秋巻き春鳥の春キャベツ。美味しさが格別なのよ。しかも高値で売れるし、つまみにもなるし。さあ収穫しましょう。春キャベツは元気があり余っていてよく運動するそうです。だからこそ美味しさも一層引き立つのだとか。ぐぬぬ、一箇所に集められさえすれば我が爆裂魔法を食らわせてやるというのに。おい大変だ。今日帰ってくるはずだった劇団の馬車がまだ帰ってきてないんだとよ。春キャベツに襲われたんじゃないか。助けに行こうにもこのキャベツの大群の中を進むのは。よし、私たちで馬車を探しに行こう。キャベツの攻撃は私が盾となって防いでみせる。お前今嬉しそうにしてただろう。してない。カルシャバ。キャベ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 。今日のキャベツの攻撃は格別だな。重くて硬い一撃。カズマ、荷車がありましたよ。おい、乗ってるやつ生きてるか。まあ、なんとかな。でも馬が逃げちまって。他の乗客はいないの。ああ、踊り子もいたんだが先に逃がしたよ。俺は荷物が心配で。だからってここにいたら荷車と心中しちまうぞ。俺たちと一緒に来い。ダクです、おっちゃんを安全な場所に運ぶからもっとキャベツを引き寄せてくれ。これだけダメージを受けてるのにまだ壁になれと。望むところだ。もっともっと私を壁に使ってくれ。今よ、ダクネスがおとりスキルでキャベツを引きつけてる隙に。おっちゃん、こっちだ。荷車から離れろ。しかし荷物が。カズマ、私はいつでも爆裂魔法を打つ準備はできていますよ。ちょうどキャベツも一箇所に集まってるしな。
こいつらを片付けて逃走経路を確保だ。一気めぐみん、ただし荷車は巻き込むなよ。わざなはめぐみん、高魔族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者。ダクデス、巻き込まれないよう早く逃げろ。ああ、もう少し、もう少しだけ。頭湧いてんのか、早くこっち来い。キャベ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 。我が力見るがいい。エクスプローション。お前何やってるんだよ。荷車まで吹っ飛ばせ。俺巻き込むなって言ったよな。クーマ族の辞書に手加減などという言葉は存在しません。へえ、ナイス爆裂。このガキ、倒れたまま放って帰ってやろうか。あんたたち、なんということを。悪かったな。でもまあ怪我もなかったし、よかったじゃないか。バカを言うな。あの荷車にはな。このスッパー、なんてことをやっちまったんだ。アクセルの劇団の馬車だって聞いてたのに。荷車に貴族への献上品を乗せてるとは夢にも思わないわよね。どうして劇団の馬車が運搬の仕事も請け負ってるのよ。貴重な貴金属の損害で4億5000万エリスの弁償、無理だ。どうやって返せばいいんだ。報酬のいい高難易度クエストに挑戦するしかないわね。それこそ魔王軍幹部を退治するような。高難易度クエストか、やっぱそれしかないか。でも俺たちだけで大丈夫か。高難易度クエストを受けるならギルドでパーティーメンバーの募集を出して。ごめん、ちょっといい？お？話が聞こえてきたんだけど、君たち高難易度クエストに挑戦する気なの？いや、まだ決めてはないんですけど。もしよかったらなんですが、僕たちもパーティーに入れていただけませんか？というか、入ってあげるわよ。あたしとクエストに行けるなんて嬉しいでしょ？この状況、ピンチに3人の美少女が現れるなんて、何かのフラグだろうか。多分足手まといにはならないと思う。ダメ？このスバ。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。キャラ、私が力を貸してあげるんだからありがたく思いなさい。ごめん、またダストが迷惑かけた。アクシズ教の美人プリーストとして名高い私とデートしてみる？聞いたところによりますと、シュワシュワという美味しい飲み物が